皆さん、ドアって好きですか？すべすべとしたタイプからゴツゴツとしたタイプの幅広いドアを愛していますか？逆に聞きたいけど、ドアに感情を抱いてんの？物には魂が宿ると言われてるんやで。そんなドアを開けるだけでランダムな場所にテレポートする世界を遊んでいくよ。オッケー、とりあえず意味わかんないね。ドアを開けるだけで、なんだって？ドアを開けるだけで瞬間移動する。オッケー？オッケー。なわけないだろ、聞き直しても意味わかんないわ。実際にやってみてどうなるか確認するやで。そうだな、それが手っ取り早いな。木材をコネコネしてドアを作りましてと。あ、ドアの種類は関係ないよ。本当にドアを開けるだけでテレポートするのか。まだ8割は疑ってるからね。2割しか信用されてなかったの？はーい、ドアをドーンと設置してパカーンと行きますよ。どこに飛ばされるんだろ？ワフワフ。テレポート成功。マジか、本当に瞬間移動したの？さっきは向こうのツンドラバイオームにいたんだよね。ほう、ほどほどな距離を移動してるのかな。まあ何にせよテレポートをすることが可能ってわけだ。ランダムってのが難しいポイントだけど、逆を言えばすっごいレアな場所に飛ばされる可能性もあるってことよね。そう、ダイヤ鉱石の目の前とかね。マグマだまりに繋がってる可能性もあるってことやで。そっか、マグマダイブで全ロストもありえるんだ。どうして嬉しそうなの？あ、ツンドラに戻ってきちゃった。まあ、そこまでリスクも高くなさそうだし、とりあえず適当にテレポートしまくろうよ。あ、ちょっと待ってね、その前に色々とやることがあるからね、へへ。腹を満たすために豚を。よーし、それでは未開の地を求めていくった。洞窟内に飛ばされた？いきなりの暗闇は怖すぎるんだよ。ふむ、そういうことなら鉄鉱石でも集めましょうか。できればダイヤの前が良かったな。まあ、溶岩が近くないだけマシね。ああ、意外と広い洞窟だ。探索のしがいがあるってもんですな。いやでも、まだ装備が揃ってないから戦闘は避けましてね。そうね、無理に戦う必要はないからね。でも、危なくなったらドアでテレポートしたらいいんやで。なるほど、テレポート回避戦法が使えるようになったのか。危険なあんたにはもってこいの技だね。そうそう、コケコッコーなんて言ったりしちゃってね。鶏のモノマネ世界一うまいやで。はぁ、あ。そんなわけで鉄鉱石が焼けたよ。鉄装備意識を携えたアベルは、よりイケメン度が増したのであった。うん、意味わかんないこと言うのやめようか。鉄装備も揃ったし、そろそろテレポート使ってもいいんじゃない？うむ、地下探索もこれぐらいにしますかね。地上を目指してテレポートを。お、地上来た。なーに？一瞬地上をチラ見せされたやで。うん、今は夜ってことだけわかったね。夜とか関係ねえ、俺は地上に出るんだ。みたいに意気込んでた人がいたみたいですよ。もう洞窟はいいってば、あんたの地上への思いが足りてないんじゃないの？そうか、地上への思い。まあ正直別にそこまでないって言えばないですし。いっけー。地上に行きたいでーす。え？え？ネザーに来ちゃったー。なんでだよ、なんでネザーに繋がってるんだよ。でもガストさんも歓迎してくれてますよ。まあどうせネザーには来る予定だったし、ゲートを作る手間が省けたぜ。不幸中の幸いってやつやで。確かに、逆を言えば便利な移動手段になってるのか。いや、いつまでガストと遊んでるの？へへ、お遊びはここら辺にしておくか。ごめんなさい、僕が悪かったので許してください。遊んでくれてありがとうございました。完全に遊ばれてるじゃねえか。一方的なミット役にされてたやで。アベル、トラウマを呼び起こさせてごめんね。そう、アベルさんは昔一方的なミット役にされてないからね、勘違いしないで。なああんだ。そんなわけで要塞見つけてポテト集めをしてる最中です。帰る時もドア一つで帰れるからね。適当にポテト集めて戻ろうか。いや、アベルはバカなのかやで。ああ。いや、アベルはバカに決まってるでしょ。なんだてめえ、この羊やんのか。てめえ、ブレイズ様に焼いてもらうぞてめえ。だって、ネザーにテレポートできたってことはエンドにも行けるってことじゃないか？ほ、へえ。あ、そっか。そうだよ、別にブレイズロッドもエンダーパールも集める必要ないんだよ。つまり最速でエンドラを討伐できるってことじゃないか？おいおい、ドアさんマジパネーな。そうとわかればすぐ帰宅よ。地獄からはさっさとおさらばするやで。それではネザーさんさよならです。あぼぼぼべばビブボボ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 。まさかの海中にテレポートしちゃったよ。と思ったら地上だった。思わせぶりが好きなドアなんやで。思わせぶりなんて失礼しちゃうわ。あたいはいつだって、本気、なんだからね。ドキ。それで、これからどうするの？エンドに向かうの？あーうん、エンドね。エンドエンド。エンドに向かうなら矢を集めたいところなのよね。スケルトンを適当に買って集めるのが一番早いかな。いやー、思った以上に楽な世界だね。まさかの次元の移動もできちゃうなんてね。てか、どれくらいの距離移動できるか確認しておこうか。やあみんな、僕はみんなの脳内に生息している脳内アベルだよ。この見慣れない光景に驚いてるんじゃないか？でも大丈夫、安心してほしい。脳内アベルさんの脳内も驚いてるんだ。ちょっとあのこれどういう状況ですか？待って、まさかだけどエンドにテレポートしたんじゃ。ああ、これは。やだ本当にお願い。全ロスト？奈落の底に消えたやで。あれ、ここは一体、僕は今まで何をしていたんですか？ああ、
あまりの衝撃に記憶が。なんだこのハンサムボーイは？ってアベルさんか、失敬失敬。アベル、もう一回アイテム集め直そうか。ぐんにゃー。あまりの衝撃に世界が歪んでるやで。はは、同じ作業を再び繰り返してきたぜ。意外と面倒なんだよなこの作業。でも、これでさっき失った分は取り戻せたね。エンドラ今すぐてめえをぶっ飛ばしに行くからなー。マジで？落ちてるやで。あの日僕は君に誓ったんだ。エンドラを倒してくるからねって、君は笑顔で見送ってくれたよね。俺、絶対に倒してくるからね。そろそろ妄想やめてくれない？てか終わってるでしょこの仕様どうするのよ。どうもこうもランダムだからどうにもできないよ。はい本日二度目の全ロスト。足場がある場所にテレポートするのを祈るしかないやで。ただの運ゲーじゃねえか。それじゃ、三度目のアイテム集め頑張って。ふぅ。はぁ、そんな面倒なこと二度とごめんだねこの状態でエンドに行ってやるよ。しゃ、さぁ。なんでこういう時に限ってこれちゃうんだよ。まったくもって戦える状況じゃないやで。しかし、こんな奇跡何度も起きるわけはないので、この命が尽きるまで精一杯頑張りたいと思います。そうね、ちょっとでもエンドクリスタルを多く破壊するのよ。あわよくばエンドラを倒せたら、一体一体エンドラ3匹臭いっす。よし、簡易的だが完成。あ、エンダーマンを安全に狩れる場所？うむ、これでエンダーパールを集め放題なのである。確かに、エンダーパールがないとクリスタルの場所までまともに行けないからね。でも剣の数も限られてるんだよな。限られたアイテムでどれだけ奮闘できるかが鍵なのだよ。試行錯誤のマイクラって感じやで。そして必死に集めたエンパで。え、それ大丈夫なの？いや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 、エンパでクリスタルにぶつかることで最小限のダメージで破壊できるのです。これアベル豆知識待ってやばいそれは聞いてない？エンダーパールがなかったら死んでたぞ。でも、なんとかクリスタルは破壊できそうね。ギリギリの中で奮闘できてるやで。ふっ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 ふ。そろそろ限界っぽいから一旦戻りますか。うん、食料も尽きそうだからね。次もうまくエンドに繋がったらいいけど。大丈夫大丈夫、安心してくださいよ。どういう根拠で？そんなわけで現世でアイテムを集めまして、アベルさんの豪運が発揮されたってわけですな。うおー、今年の全ての運を使い果たすなんてさすがアベルやで。え？もうここからは不幸続きってことね。いやなんでそんなことに、なんでそんなことになったんだよ答えろよエンダードラゴーン。おうめちゃくちゃカットしたな。でも、なんとか無事にエンドラ討伐成功ね。あんな危機的状況すらもひっくり返してしまう。ドア先輩マジリスペクトっす。ドアが世界を救ってくれたやで。ドアには感謝してもしきれないわね。ってエンダーマン怒ってない？どうしたんですか何かお困りですか？いやほんと暴力で解決しようとするのは良くないと思います。えへへ、うん、ドアがあってよかったな。そんな感じのところで、のし、